湾のラーメンって美味しいの？番外編、台湾ラーメン最前線。はい、今日のお店はこちら。ここは MRT 湘南麺2番出口から徒歩3分くらいかな。珍しく日系ではない、完全に台湾人が経営する鶏白湯ラーメン専門店のようです。ウェイティングかかってるんで、これに名前を書いて待てば OK です。おお、カウンター6席のみ。久しぶりにいぶし銀な店に来たな。メニューはこんな感じ。くわー、麺は2種類のみ。バリかっこええやん。ほな、名物の鶏白湯ラーメンもらおうかな。麺が選べるみたいやけど、わからんから上野にしとこ。ほんで、この数量限定の濃い白湯野菜なんとか、なんて読むかわからんけど、要は鶏雑炊やと思いますわ。ちょっと気になるのでトライしてみますね。このトマトも試してみたいところやな。まあトマトはまた今度。ほうほう、これが鶏白湯雑炊か。思ってたより小ぶりの茶碗できたな。でもこれくらいのサイズが僕は嬉しいよ。よっしゃ、ほな食べていくで。うまー。なんやこれ、めちゃくちゃ濃厚な鶏白湯雑炊やで。ちょっと待って、マジでガチでうまいわ。鶏油がすごい濃厚で、とろみとうまみが半端ない。僕こんなうまい鶏雑炊は生まれて初めてやわ。こりゃ量もこんだけ濃厚やったら、これくらいがジャストサイズやわ。おそらくこの濃厚な鶏油が1日に少量しか取れへんねやろな。だから数量限定なんやわきっと。これは納得の一品やで。よっしゃ、名物の鶏白湯ラーメンはどないやねん。まずはスープから。お、割とあっさりめなんやな。鶏雑炊があまりにも濃厚やったからちょっと拍子抜けしたものの、これは繊細な味でうまいぞ。それにこれは食べてる途中からちょうど良い味に落ち着くはずやわ。いつも言うてる食べ始めと食べ終わりを逆算して作ってはるんやな。麺はどうかな。うん、中太の縮れ麺やね。旧なんとかって書いてあったけど、多分旧の意味は弾力ってことなんじゃないかな。要はもちもちしてるってことやと思うわ。どちらかというと僕は鶏白湯ならストレート麺が好みやけどね。でも悪くないよ。てか美味しいよ。ほな鶏チャーシューはどうかな。おー、柔らかいね。これは黒胡椒とタイムやローズマリーなどのハーブの風味をつけてあるんやな。ちょっとハーブの癖があるけど僕は好きやで。これはフライドガーリックとエビジャンらしいです。僕エビアレルギーなのでエビジャンはあかんから、フライドガーリックだけ入れてみます。これはあんま合わないかも。うお、煮卵めちゃくちゃうまい。キャベツは普通。どうもー、ゾロです。驚いておりますよ。僕は今驚いておりますよ。ついにここまで来ましたかと。台湾ラーメン最前線、ついにこんなハイレベルにまで来ましたかと。
や、そりゃね、日系企業の海外進出店舗のラーメン屋とか、日本人経営のラーメン屋とか、その辺がうまいのはわかるよ、それは。でも以前紹介した無添加創作ラーメンの友禅さんとか、このお店もそうやけど、完全に台湾人オーナーの経営でね、ついにここまで絶品のラーメンを食べれる時代が来ましたかと、僕は今めっさ驚いております。なんなら日系企業とか日本人経営のラーメン屋、どことは言わんけど、ぶっちゃけ負けとるぞ。いやマジで友禅さんとかここのお店とか日本で出しても流行るかもな。ラーメンも思ってた通り、食べ続けてるとちょうどいい味に落ち着いてきよったわ。ほんまに見事ですわ。そしてこの鶏白湯雑炊よ、ガチでやばいわ。こんなん今まで食うたことない。こんな濃厚でとろみとうまみがあって絶品の鶏雑炊は生まれて初めてやわ。今日も腹満や、かなり大満足。どうもありがとう、ごちそうさま。はい、食べてきました。名物の鶏白湯ラーメンは220元、約800円と値打ちあるわこれ。でも個人的にフライドガーリックは合わないなと思いましたわ。せっかく繊細な鶏白湯スープの味をフライドガーリックの独特の香ばしさが邪魔してしまってるように感じましたね。これだけ繊細にこだわってあるんやから、黙って何もせずそのまま食べ続けるのが吉やと僕は思いました。そしてしつこいようやけど、濃厚鶏白湯雑炊な、60元、約210円やけど、僕マジで100元でも絶対に注文するわ。こんなん生まれて初めて食べた。40年間生きてきて、世界65カ国回ってきて、いろんな国でいろんなものを食うてきたけども、まだ生まれて初めての味があることに感動したわ。今回は僕の独断と偏見でスペシャル評価。まずは今回のラーメンは二つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。そして濃厚鶏白湯雑炊は三つ星。このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。今回に限りこの動画は二つ星、三つ星両方の再生リストに追加させていただきます。